ジャンピエール・バクリは、フランスの俳優、脚本家。妻は、女優、脚本家、映画監督のアニエス・ジャウィ1951年5月24日、当時フランス領アルジェのカスティリオーヌ、現在のアルジェリアのブイスマイルで生まれる。幼少時は毎週末、映画館に通う子であった。1962年、アルジェリア独立と共に、家族ともどもフランスのカンヌに移住する。 文学を収めた後の1976年、パリへ上京する。初期の出演作の一つは、リュック・ベッソン監督のサブウェイである。ジャウイと共同でアラン・レネ監督のスモーキング・ノースモーキングの脚本を書き、セドリック・クラピッシュ監督の家族の気分、レネ監督の恋するシャンソンに、ジャウイと共同脚本、出演をし、1998年、 セザール賞最優秀助演男優賞を受賞し、ジャウィが監督した、ムシカステラの恋、みんな誰かの愛しい人でも、共同脚本、出演をした。妻ジャウィと共に、セザール賞最優秀脚本賞を4回受賞、2004年に、第57回カンヌ国際映画祭脚本賞を受賞、ヨーロッパ映画賞、そして2001年には、アカデミーフランセーズが授与する永年功労賞である。 ルネクレール賞を受賞した。2021年1月18日、パリでがんのため死去。69歳没。ありがとうございます。